どうもエルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。さてアビー編で、戻ってきて夢の中ということだから多分疲れて寝てる時間じゃないかなと思う。でまたファイヤーフライのここだね。もうこれが悪夢の繰り返しだもんね。シアトル3日目。オーウェン、いないよ。まだ起きてたんだ。ピアラの包帯変えてたの。もう歩けるなんてびっくり。スカーはしぶといから。なんで喧嘩してんの？なんだよクソったれ。お姉ちゃんも見捨てるわけないだろ。レブが町に残るって。オーウェンがサンタバーバラに行こうって誘ったの。すっごくオーウェンっぽい。とっくに説得してるのかと思ってた。私も一緒に行くつもり。あなた抜きならね。子供を使ってたぶらかそうとしても私にはわかる。別にたぶらかしてなんか。アイザックのお気に入りが急に収支替えしたわけ。オーウェンは関係ないってよく言う。私だって正しいこと。あんたは最低の女。昔からそう。付き合ってられない。あの子たちを救いたい。なら疫病神はさっさと消えることね。最低。アビー。いい T シャツ。ねえ、泣いてるの？腕はどう？うん、今朝よりはだいぶマシ。レブは来るの？時間をあげれば。そう、探すの手伝ってくれない？感情的になってるの。いいよ。こっちに行った。さあレブを探そっか。あとはオーウェンがもう話したか、いや勘がいいだけか。まあレブ、まあね、婚約者がいてっていうのはね。レブお願い、戻ってきて。サンタバーバラ行くの嫌がったんだ。
母親のこと心配してるの。私たちのせいでひどい目に遭うから。そんなにまずいの？今は自分のことを心配すべき。母親はどうなるの？時として子供が犯した罪は親が責任を取らなければならないんだけど、信心深い人だからきっと心配ない。助けることはできないの？あの人を連れ出すのは無理。たとえレブでも。逆にレブに何かするかも。レブ？レブ！あの子、これ見たかな？サメ好きなんだ。サメは好きなのに海は嫌いなの？打ち解けたんだね。死への恐怖を共にして絆を深めたってやつ？勇敢だったって。聞こえた？レブ！ねえ、いるの？おお、こんなところあったんだ。平気だよ。この子は遊びたいだけ。アリス、何持ってるの？噛んだりしない。スプラトゥーンだ。見てて。えい。取ってきて。その子、もう一回。かわいいな。よし、もう一回。うい。やってみる？やめた方がいいと思うけど。ねえ、噛んだりしないよね？しない、絶対。思いっきりがいいね。もう一回やってもいい？きっとアリスも喜ぶ。アリス可愛いな。あ、入らんかった。あの子を探さないと。そろそろだね。まあメルもあの状態だったらそういう余裕はないだろうしね。考えてるの？あの子ならお母さんを説得できるんじゃない？あんな姿見たらきっとあの子を絞め殺そうとする。どこまで聞いてるの？本当にちょっと。あんたの仲間があの子のこと、リリーって。私はずっと、なぜあの子が掟や風習に疑問を持つのか分からなかった。あの子がどう感じているか説明してくれた時も、絶対に誰にも言うなって言ったの。そのうち目を覚ますだろうって。しばらくは平気そうにしてたのに、ある日男みたいに頭を剃ったの。自殺行為。それで逃げたの？最初は怒鳴り散らして殴った。ほんとバカでしょ。
ねえ、それじゃこうしよう。レブが好きそうなものを探すの。ほら。どうしてレブはそんなことしたの？頭剃るなんてさ。先週ね、あの子、村での役目を与えられたの。あの子は兵士になりたがってた。でも長老のうちの一人に嫁げって言われて。かわいそう。サンタバーバラはどこ？カリフォルニアにある。カリフォルニアはどこ？まずここがシアトル、それでここがサンタバーバラ。私たちの島は？小さくて見えないけど、この辺だね。すごく遠い。うん、よかった。とりあえずレブ探すか。こっちから行けない。何か残ってるはずだよね。うわ、ここのシャツマジでダサい。子供用だからね。他には、これかわいい。さ、振ると、おお、ちゃんと振ると動く。なんかいいものあった？なさそう。探してみて。でっけえ宝箱。ああ、これは？もうこれやろ。これはどう？完璧。メルは間違ってる。あなたはいい人。知らないくせに。十分知ってる。アビー、お前また俺のもん盗んでんのかよ。水族館のものは全部あんたのものだっけ？俺の水族館だし、俺のもの。冗談、好きなのどうぞ。お前はダメ。レブ、見てない？ああ、確かさっき廊下で見た。どうも。なあ、ちょっといいか？すぐ行く。わかった。冗談通じなかった。子供苦手。だね。お前は好かれてるな。サンタバーバラ、お前も来るだろう。な？いけない。なんで？わかるでしょ。なんとかなるって。もう遅いよ。まだ間に合うはずだ。確かに最低の状況だよ。分かってる。でもきっと幸せになれる、アビ。なってもいいんだよ。ねえ、今の。どこに行ったの？あの人のとこに。あの人？母親。アビー、あの子殺されちゃう。ヨット使える？まだだ。どのくらいかかんの？数時間。くそ、止めなきゃ。マリーナにあるボートを使う。手術したばかりなのよ。平気。
道案内がいるの。俺も行く。フォーブ、あの島に行くんだぞ。だからよ、一人で行かせられないだろう。あんたは残るの？力になる。だったら残ってヨットを直しておいて。何が大事か考えな。やら、行こう。マリーナだ。具合は？平気。そう。さあ、次は使ってるの？姉だね。ボート止めてる。そう。オーベンもなかなかですな。マニーの時そんなに笑い話で飛ばしてたけど、いざ自分の身になるとね。あとは島に行くのか、助けに行くのか。ちっちゃい島だったよね。物資はありません。絶対無理。無理ならこっち。ほら、受け止める。平気。行こう。いや、バランス取れないだけね。ゆっくり。難しいからね。よし。この先かな。見つからずにボートを止められる場所が海辺にあるの。ほうほう。そこから裏道に行ける。安全。他の場所よりは。でも他の場所より意味深やな。石頭、どんな目に遭うか分かってないの？分かってるけど、あの人に懐いてるから。でも母親だし、あっちは息子と思ってない。お姉さんがよく様子を見てたんだね。とりあえず、一旦これぐらいで揃えてって感じかな。迂回しないとダメそう。これは無理。こっちか。こっちだよ。泳ぐしかねえな。腕濡らさないようにね。もう濡れちゃってる。それは雨だけど、感染するのとまた訳が違うからね。火炎放射器の弾、ちょっと待ってね。これ。おお、そっちそっち。ありがとう、ありがとう。待って、やるかな。さすがにこれは片手は無理やろう。アビーの筋力でこれやもんね。ここ行けそう。
来て。さあ、通じた。もうそこはないかな。気のせいか。さあ、急いでおう。ボートは向こう岸にある。道路から回り道しないと。うん、わかった。ああ、そういうことか。アビーが島に行ってた時にエリー来るんだ。あの嵐の中。ほら。ジョエルをやっつけたことによって何が起きてるのか全然まだ何も分かってない状態なんだね。で、応援もってことだもんな。つながってくるね。それなりに物資は揃ってきた感じかな。よし、船に乗ろう。これじゃない。これか。もう嵐だね。ここで待ってて。ボート見つけて迎えに来る。ダメ、私も行く。今の聞こえたでしょ。平気だからね。分かった。いや違う、これ戦場と化してんのか。ナイフはもう聞き身範囲を広げよう。いや、こんな近くでバトってたんだ。サンタバーバラ行くのはほんと早く行かないとっていうレベルだね。マニー、待て、何してんだ。マニー、お前一人か。うん。くそ、こいつかなり腕がいいな。ここに何しに来たの。ボート取りに今夜島を襲う予定が。そのクズらお出まして。さっき応援は呼んどいた。こっちに向かってるはずだ、多分な。ボート貸してくれない、今すぐ。なんで。説明は後。そんじゃこいつ倒すの手伝ってけよ。任せて。スナイパーの腕が良すぎるんだ。マジか。あのライトだね。出てろ。痩せるしかないでしょ。皆殺しにかかる。マジで倒してやるよ。うそ、マジで。マジでそれ抜いてくんの。あれ、もしかして、いや、トビーか。トビーだね。
とりあえず一撃でやられる可能性は高いから、ほら行くよ。うわー、ぶでー。走って左進むよ。くそ、おお。でもこれ頭出した瞬間とかやめてよ。うおーほー、やべえよはいはい、敵にするとほんとやべえな。おお、こえ、通りはダメだ。そんじゃオープン。駐車場に入るぞ。これに隠れてくよ。ついてるね、行け。やべ、壊れるぞ、急ぐんだ。いや絶対頭抜かれる。うわやべ、よし走れ。おお、危ねえ。実行する気なの？今頃乗ってるんですか？そんな、まあ作戦実行すんのか。マニー、マニー来たね、いい男が来たわ。でもマニー以外が全滅したってことはやっぱマニーもそれなりに強いんだね。やばっ、寄せてんだ。来るぞ。頭いい。ほら逃げて。アビー来た。おお。いい加減にしてよ。はいはい。やっぱ敵に回すと厄介だね。頭良すぎる。狩猟用の銃は。ヤツに逃げられる前に行くぞ。うん、分かってる、分かってるんだけど一発が痛いのよ。捕まえたらボコボコにしてやる。ってことは顔見てないってこと？ライトが見えた、怖っ。いやー、狩猟用の銃がめっちゃ役に立ったね。
よし、回復。はい、行く。危ねえ。まずい。先行け。いや、でもトミーが怪我してた理由はこれでわかるのか。近くにいるはず。腰やられてたもんね。来てろ。くそ。やば。やべえ、もう見れねえ。助け行きたいけどこれ行けねえ。鬼みてえなエイムしてんな。いた？どこいん？あー、左、いた。いやー、逃げるねー。あいつどこ？ペンギンが。進め。進むの？はい、いた。いってー、進めてきたじゃん。追い込んだよ。ほら、いぶり出すよ。マジで？ダメだ。マジぶせてる。こいつを連れて帰りゃお前も汚名返上だ。連れて帰れないから痛めつけるよ。あ、じゃあ大量に亡くなってたのトミーの仕業ってこと？マニー。うわ、マジです、やば。ちょっと何、嘘でしょ。いや、トミーマジやべえな。いや、しかもさ、気配加速してるね。索敵出来がちょっと効いてないっす。
これはやばくないですか？いって！見つけて戻ろう。ほら、あそこのボート。トニーの顔は覚えてたか。自分たちがやったことで同じ目に遭ってるというか、ジョエルと同じ目にされてるっていうのが気づいたかもしれないね。はい、ということで、今回ここまでとなります。いやートミーやばかったね。しかもあのヤーラいなかったらあのままやられてたから、アビーは。あーでもあそこでやられてたらっていうところもあるんだけど、ジェシーはねっていうところもあるんだけど、まあそこはそことして復讐は果たせることになるからね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。